ゼルス大谷翔平が、アストロズ戦に2番指名打者で先発出場。この日は4打数1安打、打率は3割0分5厘。エンゼルスは、アストロズ強力打線に11点を奪われ、連勝は2で止まった。大谷の第1打席はセカンドゴロ、第2打席は空振り三振、第3打席はセンター前ヒット、第4打席はフルカウントから見逃し三振に倒れた。4日のマリナーズ戦で両リーグ最速の40号を放って以降、今季はアストタイの7試合本塁打なし、30打席ノーアーチと足踏みが続いている。今年は WBC もあっていつもより疲労が溜まっとる、痙攣も多いし心配やわ。30打席といっても平均6試合くらい、今までのペースが異常すぎたのよ。試合に出てた方が調子が取りやすいという本人の希望もあるだろうから出ているんだろう。試合に出ながら調整できる方がいいと考えてるはず。今は夏だから睡眠が取れてなかったり、コンディションの整え方を模索しながらやってるよ。昨日のワイドショーで、また大谷のホームランで独走という取ったのは何だったんや。今の状態やと休んだ方が打線が繋がりそう。疲労困憊の大谷がブレーキになってもうとる。勝つために休ませるのもあり、今の状態ならむしろ他の選手の方が打てる気がする。勝てる見込みないんやから大谷は残り2連戦休養してほしいわ。最近は勝負してくれとるが大谷が三振しとるだけなんよな、休養が必要。今日の試合なんかアストロズとの実力差をまじまじと見せつけられたな。落合が言うとったが、アッパースイングの大谷は、上半身の筋力疲労はホームランを打つのに致命的らしい。調子が落ちると球が上がらなくなる。落合の言葉は説得力あるな。打球速度はあるが角度がつかない。シーズン序盤から定期的に休んでコンディションを維持していくべきやった。ほぼ休まず来たからガタが来てるんだよ。今日のヒットも本人はホームラン打つ気満々のスイングで、思い切り地面に向かったもんな。大谷は休み明けの方が打率低いからな。2年前もペースが落ちてきたのは救援をやった。大谷を残して補強したんやし、なんとかプレーオフ争い続けてほしいが、無理もさせんでほしい。